エルちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。今回のお話なんですけど、皆さんはこち亀っていう漫画はご存知でしょうか？週刊ジャンプでやっていた漫画なんですけど、コミックスが200巻発売されまして、ギネス記録に載っている漫画ですね。その主人公のりょうさんなんですけど、設定上の年齢っていうものがあります。その年齢がですね、なんと36歳なんです。今回のお話の本題はですね、りょうさんより年を取ってしまったっていう話です。今年で俺は37歳になっています。小さい頃から見ていたこち亀のりょうさんより年上になってしまいました。他にもですね、バカボンのパパが42歳なんですよ。なので、あと何年かするとバカボンのパパよりも年上になってしまいます。こち亀なんかはですね、年を取らないので、連載からですね、1年ずつ年を重ねていたら、りょうさんが70代、部長さんが80代になっちゃいます。さすがに漫画にならないですよね。ということで、今回は有名な漫画のキャラクターより年を取ってしまったっていうお話でした。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。